正確な情報がわからないし、何とも言いようがない。ロシア撤収後に、多くの民間人、その死者が確認された、という報道もあれば、ウクライナ軍が民間人を盾にしてる、その報道もある。現状ロシアもかなりの死者を出している、という話だし、戦火の、拡大はどっちに責任があるか問題はそこにありそうだが、それはあまり問われても。マスコミの態度がロシア非難に一方的なうちは、ちょっと冷静になっていたい気は。ちょうどか、ニコニコ動画のランキングでバグ?という話、このタイミングでそれはどういうことか?に、勘ぐる、それにちょっと苦笑したりもする。ランキング調整をしくじった?とか、ともかくカウンタ制御はある、理解、そして、それは全く問題視されてない、現状、その上では、世界全域が何かの戦争状態なのかもしれない。